入水してきました。ちょうどでございます。どうこの市がいっぱい並んでいます。タコン駅から折り返し発の長野行き6両編成、あ、クロスシート車からオールロングというネタは回避できたようです。米沢泉のフィールドファイン TV、 こんにちは、週末です。というわけですが、もう昼過ぎて午後になってんだね。まあ、今から出かけるということでね、本日は高尾発中野行き、日本の列車番号が変わらない最長距離を走る鈍行に乗って長野に行って、長野で飲んだくるという旅でございます。明日はどうするかなんだけどね。はい、無事スムーズに購入しました。8枚出てきましたよ。まあ、1枚はクレカのね、領収書ですけど、ね、7枚でアンケート2枚ですか。はい、なんか独自アンケートがあったんでね、後日紹介するかもしれないし、ないかもしれないですね。じゃあ、早速使いましょう。1回目お願いします。はい、どうも。はい、無事1回目に入居されましたよ。だいぶ余裕があります、ね、14時発なんだ。三鷹駅です。まあ、座れないどころじゃないよ、大混雑だ。2本後の鈍行でも間に合いましたね。まあ、予定通りですけど、でこれもギリギリより1本前のね、中央特快高尾行きということで、混んでます。座れません。新宿ですかね、狙いはね。お茶の水、お茶の水に到着です。台湾2番線黄色の電車は水道橋方面の各駅停車中野行きです。終点高尾でございます。はい、同じこと考える人が他にもいそうです。4番線です。お、入水してきました。ちょうどでございます。どうここの市がいっぱい並んでいます。高尾駅から折り返し発の長野行き6両編成、あ、クロスシート車からオールロングというネタは回避できたようです。何のこっちゃでございますね。乗ってから改めて説明したいと思います。よいしょ。というわけでね、無事ボックス、まあ、相席覚悟で、この後もう一本ね、特快来るんで、乗り継ぎで満席、相席になると思いますけど、ボックス、準備機されました。こちら、高尾発長野行きということでね、245.0キロ、営業キロね、4時間以上かけて、5時間近くかけて走行します。この列車が、まあ、列車番号が変わらない、単一の、運行上も単一の列車として、日本最長距離を走る鈍行列車ということでね、再来週のダイヤ解約で、廃止されると、まあ、系統分割ですね、大月で分割されるということで、まあ、それでも200キロで走るんですけどね、まあ、席別乗車しとこうということで、まあ、同じことを考えている人がいっぱいいるというね、まあ、6両編成ですからね、楽勝でございます。ランキングはなおこのようになっておりまして、
ね、一番有名なのは、まあもちろんその敦賀発晩酌発行機なんですけど、あれね、全部は行かないんだね。敦賀発の車両は姫路で切り離してもらいますし、まあそもそも列車番号変わるということでね、同様に宗谷本線全線走破する、やつも、列車番号変わりますんでね、まあそもそも列車番号変わってもずっと走り続けるのがいいんなら、山手線乗ってろって話にしかなんないんでね、ずっとね、まあ、そういうんではなくて、ちゃんとね、列車番号変わらないっていう点ではね、この貴重な列車があと2週間で廃止になるというね、ことでございます。じっくり乗ってまいりましょう。再来週から系統分割ということでね、分割後の区間にこれからね、もう走る区間に入ります。今ね、相席の方を降りられたので、あ、また相席ですね。はい。はい、貝大和駅で特急待避の8分停車、なんと長時間停車、この245キロの中でこの1回だけでございます。マニアの方はおくつろぎたいということでね、おトイレお借りしましたけどね、今更新化されちゃったんだよね。前あの交換待ちの時に一回途中下車にね、業務委託にいただきました。
ておりまして順調に進んでおります。ここでだいぶお客様に向かいました。相席は変わらず、今変わらなくてここからいっぱい乗っています。ここから人数があると時間かかるんでしょう。これ何距離が長いからだよ。この地図駅ですね、ここで山梨駅です。ここから先長野県ですよ。ここも3分と、まあ、長時間となる。言ってくれましたけど品の境で行くからね、品の境で行っちゃってるからね、ここから長野県です。はい、思いっきり2000円を行いました。特急のね、上諏訪駅で、東海道の東京の遅延でね、3分遅発になったようですよ。中央温泉の走行もあって、ここからは終点まで篠ノ井線です。あ、また小見沢ですね。はい、混みますよ。これだいぶ入れ替わってね、あの大月から乗ってきた人が多いました。またでも細かく混むんで、ね、必ずあるでしょうけどね。松本です。はい、4分遅延で出発しましたね。
熊野原信号所で高架町4分停車ですね。この列車4分止まるので、全体で貝山との次に長い停車時間だな。どうなってんの？ちょっとやけ見えますね。はい、篠野駅です。よく考えてここから北陸本線じゃないか。最ここから終点まで篠野駅は嘘でしたね。すいません。終点長野駅定時着でございます。定時着しましたね。ということで、中央本線、篠ノ井線、そして信越本線、北陸本線じゃありません、3線を 245.0 キロ営業日を、4時間22分じゃあ4時間42分かけてね、乗ってまいりました。お疲れ様です。これも再来週でなくなっちゃうんだね。残念です。というわけでご視聴ありがとうございました。ここで切りたいと思います。この後は長野満喫編となります。チャンネル登録よろしくお願いします。